アテネウム美術館はフィンランドのヘルシンキにあるフィンランド国立の美術館でヘルシンキ中央駅に近い広場に面している。フィンランド国立美術館を形成する3施設の一つとして国内最大の古典芸術のコレクションを収蔵する。建物は提訴以来国立の美術アカデミー並びに芸術大学が使用しており1991年以降 美術館が占有する。ヘルシンキ現代美術館やシネブリコフ美術館とともに、フィンランドを代表する美術館の一つで、建築家テオドルホイエルにより設計され1887年に完成した。国定文化遺産建築として、ヘルシンキ市の中心部に位置している。1750年代から1960年代以降のフィンランド作家を中心に扱っている。 著名なものに、ヒューゴ・シンベリの、傷ついた天使やヘレン・シャルフベックの、回復期のような国民的作品がある。ゴッホの、オーシュル・オアーズの通りや、ポール・セザンヌの、エスタックの道路橋などのフランス近代美術も、所蔵している。また、民族叙情詩カレワラに取材したアクセリー・アン・レン・カレラの作品として、三連の画面を用いて、キリスト教の祭壇画風に仕立てた乙女愛野の、物語。 愛のピエタの構成を借りた1897年のレミ海年の母も収蔵する。あるいはやはり彼原の一節から発想した野焼きの作業、ロタージャットレイネルイセットなども展示される。向かって左からラファエロ、ベーディアス及びブラマンテの共造建物の中央部外観。ファサードの3階部分は左右に合計4体の女性像を施したデザイン。 1887年に完成した美術館の建築設計はテオドル・ホイエル・テオドール・ホイヤーが手がける。正面の装飾は彫像とレリーフを組み合わせ、それぞれに象徴が込められている。例えば正面玄関の2階部分に著名な古典様式の芸術家の胸像が3体、配してあり、それぞれ建築家、ブラマンテ、画家、ラファエロ、 彫刻家ペディアスである。その上の3階ペディメントは女神をかたどった4本の柱が支え、それぞれ彫刻、絵画、幾何学、建築の4つの古典芸術を象徴する。すべての彫像はカール・エニアス・ショストランドがデザインし、芸術の女神アテーナーの名前を冠した建物のテーマは、あらゆる形態の芸術作品を祝福する女神像をペディメントに掲げて集約する。 2階の窓と窓の間に配した紋章型のレリーフは合計16個。制作はビルレ・レバルグレン・ビル・バルグロンによる。画家のアレクサンダー・ロリアスとエルナー・ホルムバーグ、建築家でドイツ出身のカール・ルードヴィッヒ・エンゲルほか、当時のフィンランドで最も著名な表現者をかたどった。カンコーディア・レスパービ・クラシント・ペディメントの彫刻群の台座に刻まれた上記のラテン語の句は、団結は、 力なりと訳すことができ、教訓、団結すると強いが、分裂すると弱いの一部である。ヘルシンキ市民には、美術館設立に至るフィンランド芸術界の長く続いた戦いの道のりを指すと理解されている。正面ファサード最上部のペディメント、アテーナーの足元に金文字で刻んだラテン語の格言が見える。窓の間に逆三角形の紋章飾りを並べ、 芸術家の肖像を施す。十番目の紋章飾りは、ベンベヌート・チェッリーニの肖像。政治亡命中のマクシム・ゴーリキー。芸術家のつてをたどり、アクセリガルレン彼らのヘルシンキの画質に身を寄せる。ファサードの二階部分は、窓と窓の間の壁面にメダリオンを並べ、フィンランド人及び国際的な芸術家の肖像を浮き彫りで表現する。に、 全16人を示す。美術館の周辺にある施設、ありがとうございます。